はい、ではいきます。はい、はい、こちらが星玲奈さんコラボ選べるデザインブラウスになります。品番が C の5229です。はい、はい、まずお色からいきます。はい、まずみーちゃんが着ております。こちらがアイボリーです。はい、続いて手に持っているのがこちらドットホワイトです。はい、はい、そして手に持っているのがサックスです。はい、そしてこちらがネイビーです。はい、そしてなんていうのがいいかな はい、こちらがライトピンクです。はい、で、いーちゃん着ておりますのがこちらドットブラックになります。はい、で、2タイプ形がございまして、みーちゃんが着ておりますのが今ペプラムです。はい、はい、ベルトがついております。取り外し可能です。です。はい、そしていーちゃん着ているのがボタイです。はい、ちょっと柄で見えないかもなんですが、うん、こちらも取り外しができるタイプになっております。うんうん、はい、で、こちらは2タイプの6色展開になっております。はい、はい、お値段いきます。じゃじゃん、2400円。イエーイ。はい、で、こちらは2月17日水曜日朝11時59分まで送料無料です。はい、じゃあみーちゃんポイントお願いします。はい、これはですね、2タイプともめちゃくちゃ綺麗ですけど、はい、共通して言えることは、多分今から入学式シーズンとかに入ってくると思うんですけど、はい、そういう綺麗めなシーンに活躍するアイテムかなと思います。もちろんデニム合わせとかでカジュアルにも着ていただけるんですけれども、うん、すごい1枚で綺麗にコーデが決まるブラウスかなと思っております。で、ですね、共通して言えるところから言おうかな。うん、とどっちもなんですけれども、セットアップ着用ができるスカートがございます。こんな、あ、今イーちゃんが着てくれてる感じなんですけど、はい、一緒じゃないけど、一緒じゃないね。うん、そうで、はい、綺麗めに着ていただけるんですが、うん、こんな感じでワーピングに着るのも可愛いし、私は今パンツで合わせているんですけれども、なぎささんパンツともかなり相性がいいなって思います。うん、で、まず私が着ているペプラムの方は、V ネックになってます。なので私結構 V ネックが好きなので、さらに綺麗めに決まるんじゃないかなっていうのと、この今ベルトでキュッて、私は身長が低いので足を長く見せるために結構上目で履いてるんですけれども、こんな感じでベルトを取っても結構キュッてペプラムが入っている感じのシルエットになってます。ただウエストを締め付ける感じのペプラムって結構あるんですけど、それはそれで細見えして可愛いんですけど、なんかちょっと締め付け感を感じてしまったり、座った時に息苦しくなってしまったりすると思うんですが、こういうゆるっと1枚で着るのが好きな方は着れますし、私みたいに綺麗めで着たい方は自分でこの D カンのベルトがついてる分、自分でウエストの感じを調節できるので、結構幅広い体型の方に着ていただけるんじゃないかなと思います。で、イーちゃんの方はですね、はい、この今ドットにドットやからちょっと見えづらいかもしれない。見やすいかな、かな。あ、これちゃうわ。サックスでお見せしよう。うんうん、はい、はい、こんな感じで包帯がセットのものがございます。このね、包帯にすごい秘密があって、なんかこの包帯って結構細めのデザインのものはよくあると思うんですけど、うん、前から見た時に太いデザインって結構クラシカルというか、うん、シックな印象になると思うんですけど、そういう太めの包帯を首に巻いた時って後ろの襟がもたつくんですよね、ここ、ね、ここがね、なんかパツってなるのが防ぐために、後ろはですね2つ折りステッチが入っております。うもうすでにね、うん、折られてて、うんうん、開かないようになってるので、ここがもごもごしたりとかは全然ないと思います。はい、はい、なんですけど前から見た時は太めのデザインのまんまっていう、すごい優秀なアイテムになっております。はい、で、この包帯を巻く時もですね、うん、見づらいかもしれないですけど細い糸がありまして、そう、ここにずれないようにね、うん、ここに細めの糸があります。で、これがちゃんと止まってくれるので、こう首に巻いた時とかもずれたりはしないんじゃないかなと思います。はい、で、はい、その包帯を外した時も細めの糸なので、うん、全然目立たないんですよね。そう、ちょっと、まあ、ポワンとはなるんですけど、うん、こうちょっと押さえてもらうと大丈夫だと思うので、うん、あと、まあ髪の毛ね、この肩ぐらいまである方は全然隠れるんじゃないかなとは
思いますし、そんなに目立たないですね。そうです、目立ちづらいです、はい、うんうん、はい、なので包帯つけた時もつけない時もどっちもがっちり決まってくれる、はい、あのブラウスになっております。はい、なので私たちも両方すごい可愛くてどっちにするか悩んでるんですけど、うん、プチプラながら両方かなり最後までこだわりが詰まったおしゃれなさんコラボブラウスになっております。はい、ありがとうございます。はい、そう、ループあるとずれないからいいねって。そうなんですよ、私も今あの別につけてるんですけど全然ずれてこなくて、うん、すごくあのいいなって思いました。しかも、うん、あのこれも胴生地なのでサラッとしてて軽いですし、なんかグッて巻いてる感じもないので、あの使いやすいんじゃないかなと思います、うん、はい、シワはつきにくいですか、どうでしょう。シワは、うん、どうやら多分畳んであの保管してたらつくと思います、はい、ただこんな感じでハンガーに吊るしといていただくとかなり軽減されると思いますね、うん、だ結構とろみのある感じのブラウスなので、うん、あのパリッとしたワイシャツとかでは全然ないので、はい、うんうん、あのパンパンって、うん、素材は、うん、お待ちください。洗濯の時にパンパンってして、うんうん、ハンガーをしといたら結構軽減される気がする、はい、素材はですねポリエステル 100% です。でご自宅でお洗濯できる仕様になっております。です、ね、包帯どうやって結ぶのっていただいてるんですが、包帯は本当に普通にこうちょっとさっきのねこうループのところがあったんですけど、そこに通していただいて、そのまま私は1回ぐるってしてるだけです。これぐらい楽な感じの方がいいかなと思います。でもね、あのここにリボン欲しいっていう方とかやったら、まあ、ちょっとこう結んでもらったりしてもまた雰囲気変わるからいいかなと。確かに変わる、見えるかな、ドットにドットやか やからこんな感じでちょっとボリューム感、あのここにボリューム感欲しいなって方は、うんうんうん、こういうリボン結びもあえてしていただいても華やかになって可愛いんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます、うん、4月に入園式やるのですが使えそうですか。使えると思います。はい、入園式だったらあの普通にこういう白のブラウスとかで、うん、あのこのパンツにこうちょっとジャケットスタイルにしていただくと全然大丈夫だと思います。はい、はい、うんうん、ペプラムスカートとかにインできるかな。ペプラムスカートって、あ、ペプラム、あ、ペプラムか、うん、できると思います。スカートしてきますか、うん、履いてくる。じゃあせっかくなんで違う色ね、うんうん、着替えてきてもらおう。はい、カジュアル合わせもお願いします。じゃあ私次カジュアルにデニム合わせをしようと思います。私はねこれをデニムに合わせたい、実はというと、あ、こっちじゃない、もうめっちゃ分からなくなる私ちょっと包帯を狙ってるんですけど、包帯の白かこのドットのね白か黒にしようかなと思ってて、それをデニムに合わせたいです。淡い色のデニムとか可愛いかなと思うので、はい、あ、今から見ます。ちーさんありがとうございます。はい、包帯をアウトしてほしい。今私ちょっとドットにドットやから見えるかなって感じなんですけど、あ、あとでじゃあパンツの時にあのアウトしたスタイルで出てきますね。多分そっちの方が分かりやすいと思うので、ちなみになんですけどスカートの時はちょっとインしていただいた方があのスッキリは見えるような気がします。はい、今日セットで着るんだったら、あとですね、あのこうセットでお買い求めいただく時のちょっと注意点といいますか、あの一つお伝えしたいのが、多分柄とかはそんなに大丈夫なんじゃないかなとは思うんですが、今私もこう見た感じは大丈夫なんですけど、もしかするとこう生産時期によって若干色の誤差がね、ほんと若干なんですけど出てくる可能性がある場合があるらしく、はい、ちょっとバイヤーさんからもお伝えいただいているので、それだけあのご購入の際はちょっとね色の差が若干ある可能性があるので、そこだけちょっとご了承くださいませ。はい、同色系だったらねこの辺りが気になる可能性があるかもですが、今このサンプルで私たちがね見てるのは大丈夫なんですけど、うん、とこ生産時期によって変わったりもするみたいなので、そこだけお気をつけくださいませ。はい、イーちゃんは痩せてないですよ。痩せたっていう多分黒でこのスタイルだからじゃないですか。はい、全然痩せてない欲しいものばかりでレタス貧乏です。マーインさんありがとうございます。みーちゃん、みーちゃんにみーちゃんが着たピンクを着てほしいです。じゃあちょっと後で着ようと思います。着てたっけ、うん、今ピンク着てる。あ、みーちゃんさっきアイボリー着てましたよ。今ピンク着てますけど、ちょっと先に顔写るだけね、はい、こんな感じです。
たちょっと後で。せっかくなんで私ちょっと一押しのこれにデニムを合わせたいんだ。はい。おいくらですか？お値段が2400円です。はい。はい、です。じゃあちょっといっちゃん着替えてきます。はい、お願いします。はい、私はちょっとデートコーデっぽくピンクにスカートを合わせてきました。うん、花柄。花柄です。田中明子さんコラボのスカートの S サイズかな？ちっちゃい方を合わせてます。こんな感じでレディーに合わせるのもすごい可愛いと思う。可愛い。セットアップ着用もめっちゃ可愛いんですけど、こういう無地に柄物のスカート持ってくるとかもすごい可愛いと思うし、個人的にはこんな感じで色を合わせなくてもこんな感じでドットと無地のやつ合わせる着方もすごい可愛いと思います。みーちゃんの方はリボンついてるんですかといただいてるんですが、みーちゃんの方はこの D カーのベルトがついております。こんな感じをさっきは違う色でアウトしてキュッてしてペプラムをさらに際立たせる着方をしてたんですけど、インしても使えます。めちゃくちゃ可愛い。なんかこれが多分ペプラムのよくあるウエストキュッて見せるウエストをこうなんていうんやろ、キュッてくっつく、まとわりつくじゃないの、くっつくやつやったらインした時に若干違和感を感じる可能性があるんですけど、このペプラムは控えめな感じのペプラムなのでアウトした時はベルトで調節できるし、インした時も違和感なく着ていただける、どちらも使い回しがアイテムになってます。そう、ペプラムだとスカートインしても綺麗。でもイーちゃんのタイプのやつもインしても可愛いと思いますよ。どっちもアウトしてもインしても使えるデザインだと思います。答えてくれてありがとう。ベルト取り外せるんだ。そうなんです。ベルト取り外せますし、あえてベルトループがついてないんですよね、このペプラム。これが私さっき着てたやつ。こう、Dカンベルトをキュッて。してたんですけど、ベルトループとか特についてないので、ベルトしない時も全然なんやろ、ベルトつけてないな感がないデザインになっております。ちょっと下行きますね。すいません。みーちゃん中何着てますか？みーちゃん中はベージュのインナー着てます。ちょっと多分私がさっき着てたものも両方黒のヒートテックとか着ちゃうと透けてしまうと思うので、淡い無地のものを着るときは特にベージュ系のインナーを着ていただいた方がいいと思います。透けはねあると思いますよ。あ、誕生日だったそうです。アミさん少し来ました、はい、ありがとうございます。私も何人か4人ぐらいだったんですけど、あ、ほんですか、はい、ありがとうございます、してます。どうですかデニム？いけますね、カジュアルも、ね、そう、ちょっとカジュアルに着たくてこういう感じで、かわいい。で、白一番ね気になる、透けが気になるかなと思って、ちょっとやっぱり私今ヒートテックの中に着てるんですけど、それはさすがに透けます。なのでね、やっぱりベージュとかのインナーの方がいいかなと思います。確かに。はい、ペプラムもデニム合わせ見たいですとのことなので、みーちゃんじゃあ私じゃあこのままデニム合わせていきましょうか。そうやね、それかみーちゃんずっとペプラム着てるから私着替えた方がいいかな。あ、なるほど。なんかこっちバージョンのみーちゃん、確かに感じ、私そういうに着替えてきませんよね。うんうん、大丈夫そうですか。はい、ではこんな感じです。スカート合わせね。はい、あ、いーちゃんカジュアル合わせありがとう。かわいい抹茶さんね、めっちゃ可愛いですよね。私もこれ好きです、デニムに。でしかもね、これ取ってもこの襟の部分がちょっとキュッと詰まってる感じがすごく可愛くて上品なので、こういう上品なブラウスにデニム合わせするとカジュアルダウンしてすごくおしゃれに見えると思います。はい、そのトップスやっぱ可愛いね。可愛いですよね。私も狙ってます。あ、ユウムさんも、あ、金曜日だったんですね。ちょっとスクショいたしました。みーちゃん後ろ見せて。後ろこんな感じです。後ろはこの結構上の方でギャザーがちょっと寄ってるのでスタイルアップする効果もあるかなと思います。すごい綺麗め見えする。そしてアウトしたらこれぐらいの長さです。
ちょっとね、横サイドラウンドで上がってる感じがあるので、出してもすっきり見えると思います。なので、こうシュッとスキニー合わせとかしていただいたりしても可愛いんじゃないかなと思います。はい。卒園式いけると思います。いけそうです。これにジャケットとか、ドットブラウスにジャケットも可愛いんじゃないですかね。普通、卒園やったらちょっと暗い色の方がいいかもしれないんですけど、まあでも入園式とかだったらこう中白とかで華やかにしていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、デニム発売中のものです。これは最近ライブした品番がないやろか、ストレートデニム。そうそう、ストレートデニム今日ね届いたんだ。ガチガチのやつですね。そうそうそう、 M3229 です。の M サイズ私は。はい、スカート裏地ついてますか、捨てませんか。スカートこの後に紹介するので少々お待ちください。はい、雫みたいなドットかな。そうですね、雫ちょっと何でしょう、長方形とか雫っぽいのとか、なんか横の平べったいのとかがいろいろ混ざっている感じですね。あの綺麗な丸っていう感じじゃないので、またそこもおしゃれなポイントなんじゃないかなと思います。はい、トップスの推し、じゃあ後でちょっとお伝えしようと思います。はい、身幅見せてください。身幅は、はい、これぐらいです。結構ゆったりしてるので、あと袖もゆったりしております。なのでこうプツッとなる感じとかは一切なくて、あのこう動かす時とかもすごく楽です。はい、結構ゆったりめに着ていただけるんじゃないかな。ちょっとボリュームはつけたかったらリボンにしてもいいし、こういう感じででも可愛いね。はい、ちょっとジャケットが今こういうカラーのものしかなくてあれなんですけど、うん、はい、ジャケット合わせしてもすごい可愛いと思います、うん、なんかそういう入園式とかフォーマルなやつだったらもうちょっとベージュとかの方がいいかな。入園式やっぱそうよね、なんかベージュとか、なんかまあ相棒白っぽい色とかが、うんうん、もうほんと黒ネイビーとかでギュッと締める感じにしていただく方がいいかなとは思います、うん、はい、なんですけど、はい、一応合わせとして、うん、今ちょっとグリーンしかなかったんですけど、こんな感じでジャケット開けた時もこういうタイがちらっと見えて可愛いと思います。はい、はい、なんかな、あのね、ボタン全部開きますかってみーちゃん。あ、開きますよ。はい、開きます。なので授乳する方とかも大丈夫だと思います、うん、はい、あ、そう、大人な感じになるんですよ。なのでそういうフォーマルなところではもちろん、オフィスカジュアルのお洋服を探しの方にもすごいいいと思います。ジャケット着た時にね、もたつきづらいけど二の腕もしっかりカバーしてくれる程よい感じのゆるっと感がすごいおすすめです。ネイビー暗めだね。そうですね、明るめネイビーではないかも。ただ黒と並べると結構違う、まあ黒になるかな、ちょっと生地感違うからあれかもしれないけど、こういう真っ黒と比べるとネイビー感が伝わるんじゃないかなと思います。肩幅広いんですが、それでも腕上げられますか、ヘイローさん。一応大丈夫やと、もう個人差はもちろんあるんですけど、私も骨格ストレートで上半身結構ガッチリしてる方なんですけど、結構余裕あるので大丈夫な気がします。あ、ネイビーにも明るいデニム合わせたら可愛いかな。可愛いと思う。明るいデニム、これとかちょっとライトブルーのデニムとか合わせしてもめっちゃ可愛いと思う。これに白のバッグとかあるかな。めっちゃ可愛い。え、可愛い。めっちゃ可愛い。ネイビー白ちょっと春っぽくていいですね。可愛い。あ、入園式にネイビーセットアップ買います。あ、絶対これですよね。めっちゃいいですね。ね、いいですよね。これになんかアイボリー系のジャケットとか羽織っても絶対可愛いと思います。あ、ゆうひくん、あやこさん、ゆうひくん、スクショしました。ありがとうございます。
とうございます。みーちゃんの今履いてるグレーパンツは何？ちょっと頻繁見ますね。グレーパンツはですね M3200 の M です。ただちょっと私はウエストも丈も大きい気がする。お、うん、かわいい、はい、結構今シンプルにもうスキニーで合わせてきたんですが、お尻もいい感じに隠れてくれますね。そう、スタンプだったら大丈夫なのでこれぐらいです、はい、でやっぱりさらっと着てもこのねさりげないペプラム切り替えがすごくおしゃれに見えます。かわいい、ちょっとベルトしようかね、うん、やっぱでもベルトした方がなんか私は好き。キュッてね、より、うん、よりウエストが細く見える。あとそうベルトループもないから、うん、自分の好きなところで、そうなんです、それも嬉しいですよね。止めれるんですよこれは。はい、かわいい、うん、お尻隠れるの嬉しいですよね。なんか完全に隠れるというよりかは一番こう見せたくない、うん、一番 もっこりじゃないけど、うん、一番こうほっこり山、うん、のところ隠れてくれるのは結構細見え効果ある気がする。そうだね。そうでこうウエスト位置ギュッと上げてもらうと足長効果も確かに、ね、さっきより足長く見える気がしますので、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、うんうん、はい、バレーパンプスで合わせてもおかしくないですか？絶対可愛いです。もちろんです。私もぺたんこですけど、バレーパンプスもめちゃくちゃ可愛いですか？あ、そっか、それが全然可愛い。でも、私は結構ね、こういう、なんですか、トゥーがこう鋭い方よりかは、うんうん、もうちょっと丸い系の方が何でしょう、切れ目こうでも柔らかくなるので結構好きだったりするんですけど、うん、はい、ぜひバレーパンプスでも合わせてみてください。はい、はい、ですね、あ、B ちゃんの着ている色だとパートの面接いけそうかな。 いけるんじゃないですか？絶対いける。なんかこう明るい顔写り明るくなってすごい好印象になりそう。確かに確かに、うん、な気はします。はい、タチとしていきますね、はい、うん、シルバーパンプス優勝。そう、やっぱこういう綺麗めにはぜひシルバーはめちゃくちゃ使えると思います、うん、はい、ブルベ夏さんにおすすめの色は？私夏ですよ。私は多分一番肌写りはこれかなと思います。うんうん、どうでしょう、一番いいと思う。これもいけそうですけどね。いけそう、あ、一緒一緒なんで違うように見えた。まあ、スカートも一緒かですね。あ、なんかね、違う色がね。あ、でもそれですね、これかそれやな、真っ白のドットがなんか多分肌写り優勝気味です。これは、うんうん、確かに、はい、で逆にみーちゃん、イエベさんとかだったらアイボリーが結構絶妙に、私もしっくり着てた気がします。イエベスプリングなんですけど、うん、これかなね、気がする。うんうん、はい、ゆなちゃんのバースデー、あ、スクショしました、すいません、ありがとうございます。一番細見えするのはどれですか？うーん、人によると思うけど締め色っていう意味では、うん、ドットブラック、うん、ドットブラックとネイビーな気がします、はい、ですね、うん、で、さらに多分こっちのこのタイプの方がそうですね、細見えはするかなと思います。はい、下行きますね。はい、何点目ですか？まだ1点目です。1点目です。まだちょっとまだ始まったばっかりで、はい、はい、いーちゃんピンクどうですか？ピンクいけると思いますが、次ピンクセットアップとかで着てこようか。え、ピンクだったっけ？ピンクなかった。ピンクないんや。そう、カラバリによるんですよ、セットできるのが。え、でもピンクもいけます。全然普通にスキニアウトめっちゃ可愛いです ね、ちょっと濃いめでグッと締めていただいたら、それでお花見とか行ったら絶対可愛 いお花見コーデやな、めっちゃ可愛、ね、い。確かに桜ピンクっぽいからみーちゃんのイエベさんもいけるような気が、うんうん、気がします。はい、します、はい、じゃあトップスこんな感じで、はい、スカートともね多分後で合わせると思うので、うんうん、ちょっとじゃあ次スカートに行こうかなと思います、はい、でセットで着てきましょう。そうやね、はい、うん、それほんまに卒園式おすすめコーデやと思います。確かに、うん、はい、ですね、そう、あ、ちょうどみーちゃんネイビーセットアップ着てほしいって、よかったです。今来てくれてるので少々お待ちください。でプラムのボトムスにワイパンとか合わせたらどうなるか見てみたい。え、ワイドパンツいけると思います。ちょっとそんなにワイドではないかもですけど、こういうちょっとワイドなデニムとか
合わせてあげても、あのテプラムなのでウエストがキュッとなってくれてるので大丈夫だと思いますよ。でそのままこうストーンとなる感じなので、それこそ何でしょう、こういう生地感がこうちょっとテロッとしたようなポリエステル系の素材のパンツとか合わせていただいたら、あのグッときれいめに着ていただくこともできますし、ちょっとオフィスカジュアルとかにもいけそうなぐらいのきれいめさかなと思います。バランスは全然大丈夫です。はい、これいきますね。あ、そう、さっきミニちゃんがさっき履いてたのかな、 M23200 ね、そうですね、はい。イーちゃん、最初のコーデにするか白ドットのセットアップにするか迷います。え、最初のコーデ黒のセットアップですか、それともどっちやろう、どっちだろう、白ドットのセットアップ、もう白ドットのセットアップもあんまりないからすごい可愛いと思いますよ。春夏に持ってこい、こういう感じで。これはね、セットアップで持ってると、あの上下別々にもすごく着回しが効くので、かなりおすすめではあります。はい、ベルトはたらんでなるのが綺麗な着こなしですか。いや、こうじゃなくてもいいし、気になる方はちょっとこうキュッと入れていただくっていうスタイルにしてもいいと思います。私全然なんか気にならないんでたらんって垂らしてたんですけど、こう一個ベルト、あの普通の細ベルトとか巻くときみたいなキュッて入れる感じにもしていいですし、もうなんか垂らしたくないって方はこう後ろとかであまり見えないようにキュッと止めていただいたりしててもいいと思いますし、全然そのあたりはお好きにアレンジしていただいたらいいかなと思います。はい、いーちゃん、ベルト外してみて。はい、 OK です。ベルトね、最初外してたんですけど、もう一回外します。はい、しかも結構ギュッてさっきベルトしてたんですけど、そんなにこうシワグッてなってないし、素材感もサラッとしてるので普通にシワはついてない感じです。そして取ってもこうタックが綺麗に入ってるので、シルエットはね、ちょっとくびれができるようなシルエットで、女性らしいシルエットかなと思います。はい、春だと白ドットのセットアップかな。わー、銀ちゃんさんめっちゃ可愛いと思います。白ドットのセットアップは、あー、かわいい、あー、かわいい、映える、ね、絶対かわいい、かわいい、私は何を着ようかね。ありすぎて悩みますよね。そう、なんか組み合わせがありすぎ。あ、じゃあもうせっかくなんでこう、あ、かわいい、かわいい、ね、その身長の違いも見ていただけると思います。あ、いみちゃんの着こなし見てたら全部欲しくなる。あ、いーちゃんさん、ありがとうございます、嬉しいです。あ、細身しそう、やばい、干し始めている。あ、や私たちもあの着てなんか細身しそうやなって、もちろんあの商品ページでも思ってたんですけど、着てさらに実感しているので、ぜひ着ていただきたいです。あと、ほんまに着回し力が単品それぞれめちゃくちゃあるので、もうすごいおすすめ。スカートもめっちゃいい丈感です。152cm の私もほんまや、いけてるんですよ、ね、私で履くと、まあ、くるぶし隠れへんかなぐらいだけど、こういう綺麗めな格好するときってヒール合わせると思うので、そんなに気をつけなくてもいい気はします。スニーカー合わせも可愛いけど、みーちゃん首苦しくないですか。みーちゃんと骨格一緒なんで参考にしたいです。まいさん、私は大丈夫です。ちょっと見えづらいかな、こんな感じなんですけど、ちょっと首に当たってる感はもちろんあるんですけど、そんなにあのタートルネックほど締め付け感はないので私は大丈夫です。でここまであるわけじゃないので、ポニーテールしなくてもすっきり着ていただけますし、こういう耳掛けとかでもきれいめに決まるのでおすすめです。骨格ストレートの方はとか、首が短いのがコンプレックスの方はぜひ。あ、ネイビーでやばいですね、マイさん、ね、ネイビーさらに高見え効果がある気がする。ちょっと暗めネイビーなので高見え感がさらにある気がしますね。
白ドットセットアップなら膨張して見えますか。あ、白ドットセットアップ、いや大丈夫な気しますけど、あのスカートがストーンって落ちるデザインやったら、もしかしたら色的には膨張色なのかもしれないんですけど、後でご説明するんですけど、ウエストのこの太めに入っているここがね、結構細見え効果のポイントなので、こちらも一緒にお伝えしますね、後ほど。はい、お待たせいたしました。あ、かわいい。ちょっともう黒のパンプスとかで大人、大人なちょっと女性、大人の女性かわいい。ちょっと発言にしっくりきてますけど、はい、ブラウスがね、違うんですよ、タイプ。そうなんです、うんうん、あのさっきのやつは、ペプラムの方はね、ベルトもついてるんですけど、ちょっとこう、うん、ウエストリボン、スカートのウエストリボンをポイントにしたかったので、もう使わずして着ております。なるほど。そう、私はスカートのリボンを使っているんです。そう、そういろんな着こなしがありますね。うんうんうん、じゃあスカートのリボン使わずして、ね、スカートリボン使ってか使って、あ、そういうこと。そう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 使ってやってます。はい、で、あのペプラムの方のベルトは使ってないです。あ、そういうことですね。そうそうそう